おこしやす三条名店街、本日は3月5日にオープンした100歳牛肉麺京都三条河原町店にやってきました。店長のマンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちら、聞き慣れないラーメンなんですけど、蘭州ラーメンっていうのが看板メニューであると思うんですけど、はい、こちら蘭州ラーメンってどういったラーメンですか？蘭州牛肉麺は中国の西北部にある蘭州という町で発祥した料理、麺料理なんですけど、はい、イスラム教徒たちが食べる麺料理なので、豚肉は一切使わなくて、牛骨でスープを取って作られた麺料理、ハラル麺料理になります。あ、そうなんですね。あ、はい、だから牛なんですね、はい、へー。もう一つ、台湾風牛肉麺っていうのもあるんですけど、こちらはどういったラーメンですか？台湾風牛肉麺は、台湾ではいろいろ牛肉麺があるんですけど、いろいろなジャンルがあるんですけど、うちの台湾風牛肉麺は、はい、トマトと豆板醤、炒めて、スープは牛骨のスープなんですけど、具材を全部炒めてから長時間じっくり煮込んで、できたこってりしたスープなんですけど。へー、見た目も結構スープ赤い感じですよね。赤く見えるんですけど、トマトがたくさん入っていますので、そんなに辛くはないです。こちらのラーメン、麺もすごく特徴的だなと思うんですけど、こちら手打ちで打たれてるんですよね、はい、そうですね。どんな食感になりますか？手打ちの麺は普段皆様に食べる、麺より水の量がたくさん入っているので、手で繰り返して伸ばした麺はもちもちで、すごくコシがあるのは特徴なんですけど、お客さんの好みによっていろいろな形でも作れます。あ、そうなんですね、はい、へえ、ありがとうございます。皆さんもぜひ100歳牛肉麺来てみてください。本日はマンさんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。